第一次世界大戦の賠償では、第一次世界大戦後に発生した、ドイツなど中央同盟国に課せられた、戦争賠償について記述する。ドイツからフランスに運ばれる物能賠償を1918年11月18日、ドイツ帝国が申し出た休戦はアメリカに受理され、休戦協定が締結された。この休戦協定では、 アメリカのウッドロー・ウィルソン大統領が唱えた14過剰の平和原則と1918年2月11日の4原則と民族自決、無併合、無軍勢無懲罰的損害賠償9月27日の5原則を加えたウィルソン公領が将来の講和条約の原則となるとされた。この原則の中には無償金も含まれていた。 この背景には、反帝国主義者によって賠償金がど欲くな略奪と、同義であり、併合と同種の野蛮なものであると見られていたことがある。イギリス政府はこの綱領が講和の基礎になることについては不服であったが、早期休戦成立のために承認せざるを得なかった。首相デビッド・ロイド・ジョージは1月5日の会見で、賠償金要求を否定していたものの、基本的な主張としては、 完全な復旧、完全な賠償、有効な保障が講和条件であり、賠償なくして、講和は不可能である。それは復讐的であるといった問題ではない。報復するといった問題ではない。賞金はあらゆる意味で本質的なものであると賠償要求の可能性を崩してはいなかった。また、ジョルジュ・クレマン総首相のフランスも最大被害を受けた国として、 賠償を譲ることはできなかった。フランスは安全保障の観点からも賠償によって産業を復興させなければならず、同時にドイツを弱体化させることが必要であった。また、英物は戦費のためアメリカから膨大な借り入れを行っており、賠償金なしに返済は困難であった。ただし伝統的にヨーロッパから孤立した地域にあるイギリスと、 ドイツと接するフランスの間では、ドイツの脅威に対する恐怖の差異があった。イギリスの国内事情イギリスの大蔵省英華は、ドイツに課す賠償額策定の任に当たっていた。1918年には、責任者に、ジョン・メーナード・ケインズが就任した。英華は11月に、ドイツの支払い能力は高めに見積もれば40億ポンド、楽観的に見れば30億ポンド。 慎重に見れば20億ポンドになるという見通しの報告書を作成し、閣議に提出した。しかし一部閣僚は納得せず、オーストラリア首相のビリー・ヒューズを委員長とし、イングランド銀行総裁オルター管理フラオ委員とする委員会が新たな報告書を策定した。この報告書では連合国選費すべてをドイツに支払わせるという前提で作成され、 大戦前のドイツ貯蓄を基準として、賠償請求額は240億ポンドにするべきで、あるとした。折しも12月の総選挙が迫っており、抗戦的なノースクリフ系の新聞が、対独強行的なキャンペーンを行ったことで、ビルヘルム2世の裁判や、全額賠償を求める世論が高まっていた。ロイド・ジョージは11月29日に、 ドイツはその能力の限界まで戦費を支払わねばならぬと声明し、12月11日には戦費全額を賠償させると言明した上に、ヒューズ委員会による240億ポンドという具体的な賠償請求額を公表した。このことによってタイムズ紙なども対独強硬な主張を掲載し、賠償金要求の声はさらに高まった。しかし選挙の結果、 ロイド・ジョージ自身の与党である自由党はむしろ議席を減少させ、右派の保守党の勢力拡張につながった。パリ講和会議1919 19年1月からパリ講和会議が開始され、賠償問題が協議された。この会議の当初で、最も紛糾した争点は、フランスによるザールラントの領有、フランスによるライン側左岸占領の継続、そして賠償金であった。 3月25日からは、ウィルソン、ロイド・ジョージ、クレマンソーに、イタリア首相、ビットーリオ・エマヌエレオルランドを加えた4人で会議が行われた。クレマンソーは、強硬に賠償要求を行ったが、ロイド・ジョージはあまり長期に、ドイツを拘束することは復讐心をかき立てるとして、反対であり、賠償支払いの期間はできるだけ短くしなければならないと説いた。一方で、 挙党会談とは別に、1月23日には、賠償委員会が設立された。慎重派のケインズは、委員会に出席できず、ヒューズやカンリフといった強硬派が、イギリス代表となった。アメリカ代表は、賠償を、損害の保障に限定しようとしたが、ヒューズらは選をも含めるべきと主張した。ウィルソンは選費を含めることは認めないと指示を送った。これに対して、 イギリスとフランスは、台米債務の削減があれば賠償金削減があると、ほのめかしたが、3月8日に、アメリカ財務省はいかなる債務削減にも応じないと拒否回答した。行き詰まりを打開するために3月10日に設置された、米英仏専門家の三者委員会はドイツが、支払い可能な額を考慮し、3月15日には、総額1200億マルクという賠償額を勧告した。 ロイド・ジョージやクレマンソーも現実的な路線に転換し、イギリスは委員会代表にケインズを加入させた。しかし保守党や新聞世論を背景とするヒューズやカンリフ、ジョン・ハミルトン上任上祖貴族の抵抗は強かった。3月26日に米英物の賛政府案が提出されたが、アメリカが最大1400億丸く、 フランスが1880億丸く、イギリスは2200億丸くと、開きは大きかった。ロイド・ジョージとクレマンソーは講和会議での決着を諦め、決定を先送りすることにした。一方で賠償に、軍人恩給を含めるべきとするウェーブツの主張が、アメリカを屈服させ、条約には、ドイツの恩給支払いが盛り込まれることとなった。 ケインズはこの流れに抗議して会議の途中で帰国した。6月28日にベルサイユ条約が署名された。第8編231条で対戦の結果生じた。損失の責任はドイツ及びその同盟国にあることが明記され、232条ではドイツに完全な保障を行う能力がないことを確認した上で、 損失に対する保障を行うべきことが定められた。ベルサイユ条約では一定の物能による賠償が定められた。賠償金については、占領軍品用として1921年4月30日までに200億、金マルクに相当する物資、金を支払い、400億マルクの無記名債権を発行することが定められたが、賠償金総額については決定されず、 独立の賠償委員会を設置して、後に協議されることとなった。また、116条によって、ロシアの賠償請求権は留保され、正式政府の成立後に協議されることとなった。保障対象は、ベルサイユ条約244条第1、付属書によって定められた。244条第3付属書では、戦争によって発生した商船や漁船に対する、 保証を定めている。これによりドイツは、ドイツ戦績にある総トン数千六百トン以上の、商船すべて、千トン以上の船舶の半分、トロール船や、漁船の四分の一の所有権を連合国側に、引き渡すことになった。244条第四付属書は、損害の直接的賠償として、セメントガラス、鋼鉄、レンガ、木材、機械、 家具、暖房器具等を提供することが定められた。また1919 19年12月31日までに、以下の家畜を物納することを定めている。対フランス対ベルギー244条第5、付属書はドイツが石炭と、その関連製品を連合国に、毎年無償提供することを定めている。対フランス対ベルギー対イタリア対ルクセンブルク232条では、 ベルギーが対戦中に借り入れた対連合国債務の支払い方代わりを求めている。244条第7議定書はドイツが保有していた海底ケーブルの権利放棄を定めている。245条ではドイツが不服戦争時にフランスで略奪した美術品。247条ではベルギーのルーベント書館に対する保証と ベルギーの教会が保持していたが盗難され、当時ドイツの美術館にあった祭壇画の一部をそれぞれ返却することとなった。また244条第6議定書は、1925年1月1日までの期間、ドイツが管理する染料や化学薬品の50%を賠償として物納することができると定めている。四十六条では十九世紀末にアフリカで、 ドイツ植民地支配に抵抗したムクアワの頭蓋骨を、イギリスに、ヒジャーズ王国が紛失した第三代政党、カリフ・ースマーン・イブン・アフファーンのクルアーンを、ヒジャーズ国王にそれぞれ返却することが、定められているが、ウスマーンのクルアーンについてはドイツは保有していなかった。賠償委員会は四十四条、第2議定書によって、パリに設置され、アメリカ・イギリス・フランス・イタリア、 日本、ベルギー、ユーゴスラビアが、それぞれ1名の委員と1名の副委員を出すこととなっていた。ただし、委員会の評決に加われるのは5カ国の委員のみであり、アメリカ、イギリス、フランス、イタリアの委員が優先権を持っていた。日本は、会場問題と日本関係、ベルギーは日本が関与する問題以外に優先権を持つこととされた。賠償委員会は賠償不払い時に、 領土差し押さえができるなど強大な権限を予定されていたが、それはアメリカの参加が前提であった。しかしアメリカがベルサイユ条約を批准しなかったため参加しなかった。このため1920年4月から1921年4月にかけて12回の会議が開かれた。フランスは自国の損害を1320億金マルクに、 達すると算出しており、フランス一国で1110億金マルクを請求し、ドイツが120億金マルクを42年間支払い続ける案を提出している。しかしイギリス側はドイツにその能力がないと反論している。対独融和的なイギリスと対独強行であるフランスの意見は対立し、協議は難航した1920年6月21日の ブーローニュ会議では2690億、金マルクという総額が暫定的に定められ、7月のスパ会議では、賠償金配分が、フランス52%、イギリス22%、イタリア10%、ベルギートー日本0.75%、ポルトガル0.75%であるとなり、残りの6.5%は、ユーゴスラビア、ルーマニア、ギリシャを含めた、 協定秘書名国のため留保すると定められた。11月にはドイツが賠償支払いを履行しない場合には、ルール地方、またはドイツ全土の占領が定められた。1921年2月から3月のロンドン会議では、ドイツ側が総額を500億金マルクとする対案を提出したが、 連合国側は却下した上にデュースブルクなどをドイツの3都市を占領するという強行手段に出た。この占領は1925年8月25日まで行われている。4月から5月にかけて開かれた第2回ロンドン会議でドイツは総額2000億マルクという新たな対案を提示したが連合国側は強行であった。5月5日 最終的な案が定まり、総額は1320億金マルクという1913年のドイツ国民総所得の2.5倍という莫大なものとなり、ドイツはこの金額向こう30年間にわたって分割、払い、しかも外貨で支払うことになった。最初の5年間には年20億マルク、さらに輸出額の26%を支払うことが、 定められ、以降は徐々に金額が増加し、最後の10年間には60億マルクに達するというものであった。さらに、委員会は1921年中20億マルクの支払いを求めた。ベルリンには賠償支払い監視のための保証委員会が設置され、ドイツ国民の反発は高まった。ドイツは国際発行を行って1921年8月に10億。 金マルクを支払ったものの、フランスはこの資金がザール炭鉱の利益から出ているとして受け取らなかった。10月にはドイツがフランスに鉄鋼などの現物供給で賠償を支払うビースバーデン協定が結ばれたが、競合相手となるフランス産業界や他の連合国の批判を受けたために中止された。1922年4月にはソビエト連邦とドイツが 国費交渉の末、ベルサイユ条約116条を事実上破棄し、賠償金を含む戦災を相互放棄する、ラパロ条約を締結した。ケインズは1919 19年12月に、平和の経済的規決を表して賠償強行派や、もしも、ロイド・ジョージ氏か、ウィルソン氏が、彼らの注意を必要とした、諸問題で最も重大なものが、 政治的あるいは領土的問題ではなく、金融及び経済に関するものであったこと、また将来の危険が国境や主権にではなく、食料、石炭及び運輸にあることを理解していたら、ヨーロッパは、なんと異なった将来を予想し得たであろうと、首脳たちを批判した。さらに同書と1922年の条約の改正では、予算問題とトランスファー問題によって、 ドイツの賠償支払いが著しく困難なものであると警告している。予算問題とは、ドイツ政府が賠償を支払うためには、政府財政で毎年黒字を計上せねばならない。黒字達成のためには、増税や支出削減が必要であるが、賠償額が大きくなればなるほど、国民生活を圧迫し、これが続けば、労働意欲や生産力も低下するというものである。 トランスファー問題とは、ドイツが、賠償支払いを外貨で行わねばならないことから、生じる問題で、ドイツが、自国の財政黒字を外貨に両替するためには、形状収支が黒字であることが必要であるが、現実的には、その達成が困難だと指摘したものである。ケインズはこれらの理論により、イギリスとアメリカに、 大連合国債権をすべて放棄させた上で、ドイツに賠償額を30年符で12億6千、万金丸くずつ支払わせるのが妥当と算定した。ドイツ政府の賠償資金調達の結果、丸く為替は下落し始めた。このため1922年5月期限の支払いが困難となり、ドイツは支払い延期を求めたが、フランスはほとんど応じず。 マルクは1ポンドイコール5575マルクまで下落した。1922年1月のパリ会議で支払い、猶予問題について話し合われ、一時的に支払い猶予が認められた。しかし、フランスのアレクサンドル・ミルラン大統領やレーモント・ポアンカレ元首相は、対独優和に強行に反対し、合意に賛成したアリスティ・ド・ブリアン首相は辞職した。 その後もマルク暴落は続き、ドイツ政府は7月12日に6ヶ月の賠償支払い停止を求め、さらに1923年と1924年の賠償支払い不能を宣言した。イギリスは賠償金支払い猶予に応じるなど、情報の構えを見せたが、フランス首相となったポアンカレや対米債務に苦しむ諸連合国は反対し、ポアンカレは 政党として、ルール地方の鉱山管理権を要求した。その後、ドイツの賠償支払いは遅れ、石炭引き渡し額が200万トン足りないなど、現物支払いを履行しなかった。このため12月26日、賠償委員会は、イギリスの反対を押し切って、ドイツの賠償不履行認定を宣伝した。1923年1月4日、ポアンカレは、 ルール地方占領を宣伝し、フランス軍、ベルギー軍は11日からルール地方の占領を開始した。ドイツのビルヘルム空の内閣は消極的抵抗で対抗し、ルールの労働者はストライキに入った。ストライキに入った労働者にはドイツ政府が賃金を支払うことで応じたが、財源がなかったために、紙幣増発で対応されることとなった。この情勢下で、 ドイツのインフレーションはさらに激化しており、1922年12月に1ポンド、イコール34,858マルクだったのが、占領直後には1ポンドイコール11万マルクにまで低下した。占領によってドイツ産業界の心臓であるルールを失ったことと、ライヒスバンクによる、紙幣増発は状況をさらに悪化させた。また、 フランスとベルギーはルールにおける抵抗がやむまで交渉に応じないと強硬な態度を続けたためインフレはますます悪化し最終的にはおよそ1兆倍の規模に達した。ドイツ政府は新たな賠償支払い原案を提示したが連合国に拒否された。加熱するインフレのためドイツ国内の政情も不安定化しドイツ共産党や右派のミュンヘン一揆などの反乱が相次いだ。 このため、新首相、グスタフ・シュトレーゼマンは9月26日の消極的抵抗の停止と11月15日のレンテンマルク発行によってインフレを収め、連合国側との再交渉に臨んだ。イギリスはアメリカに賠償委員会への参加を求め、12月にアメリカのチャールズ・ドーズが賠償委員会に参加した。ドーズ交際により、ベルリンに送られた金、 1924年賠償委員会は12月27日に2つの専門委員会を設置した。このうちドーズを委員長とする委員会は1924年4月9日にドーズ案を策定した。ドーズ案はドイツにとってかなり有利であり、ドイツは即座に受諾した。一方でフランスは受け入れに難色を示していたが、 強硬派のバンカレが失脚したこともあって8月に合意が成立した。ドーズ交際の導入でドイツ経済は好調になり景気が改善されたことで賠償金支払いはしばらくの間円滑に履行された。1928年末までにドイツは計60億マルクの賠償金を支払った。ドーズ案の内容1928年頃になると アメリカ経済が加熱し、ドイツへの資金流入が激減した。ドーズ案では、賠償支払額の変更が行えることになっていたが、賠償金総額や支払い年数は定まっていなかった。このためドイツは賠償金総額の確定と、その減額を求めていた。1928年9月、OND ヤングを委員長とし、アメリカと日本、そしてドイツ側も参加する。 新たな委員会設置が決まった。1929年2月11日には、ヤング委員会がパリで第一回協議を行った。フランスは年額25億金マルクを主張していたが、ドイツは10億金マルク以内を望んでいた。4月頃には会議決裂も危惧される状況であったが、6月4日にヤング案の大枠が合意され、賠償総額が定まった。これにより、 賠償残額は358億1400万、ライヒスマルクであると確定し、ドイツは59年付でこれを支払うこととなった。配分は、スパ会議での比率が原則となったが、アメリカが約3.3%にあたる6610万、マルク、ポーランドが50万マルクの配分を受けている。また、現物賠償についても残り10年で打ち切られることになった。 また賠償金支払いを国家の手から離して非政治化する目的のため賠償代理機関に代わって国際決済銀行創設が定められた。今後賠償金は国際決済銀行がドイツ政府から徴収し再建国の中央銀行に分配する形式が取られることとなった。さらに国際決済銀行はドイツのライヒスバンクが 負担義務を持つ3億ドルの債券を発行し、売り上げを債券国に支払う形での賠償支払いも行われた。一方で、道図案で導入された、ライヒスバンクやドイツ国有鉄道の連合国による管理措置は終了することになった。この措置によって賠償金総額はかなり減額され、負担も軽減されたが、ドイツ国内では、 ヤングアンが国民を将来にわたって賠償金支払いに縛り付けるドイツ国民奴隷化法案であるとするキャンペーンが右派を中心に行われヤングアン反対の国民投票が行われるに至った。反対派にはヤングアン制定に参加したものの自らがヤングに提案した国際決済銀行構想の矮小化に反発したライヒスバンク総裁百々社派とも加わっている。 結局、ヤングアンは批准されたが、ドイツにおいて、極右派、特にナチ党の対等を招くことになる。1929年8月31日には、ハーグで、ヤングアンが正式採択され、ラインラントからの連合軍撤退が開始された。その後、1930年3月に、フランス議会で、ヤングアンは批准され、5月17日に発行した。 1929年10月24日、世界恐慌が発生し、1930年1月には、第2回ハーグ会議で、ヤングアン実行に関する協議が行われることになった。ドイツは、賠償支払いの困難を訴えたが、フランスは応じなかった。さらに5月のクレディットアンシュタルト銀行の破綻と9月の、選挙によるナチ党の躍進が外資金の撤退を、招いたこともあり、 ドイツ全土が大規模な信用強行に見舞われた。1931年6月、ハインリヒ・ブリューニング首相は賠償金支払いの停止を宣言した。賠償金支払い停止は連合国、特にフランス経済に大きな影響を与えるため、7月1日にアメリカのハーバート・フーバー大統領は賠償金支払いとヨーロッパの対アメリカ債務支払いを1年間猶予した。 しかし、ドイツの経済状況は改善せず、賠償金支払いは再開されなかった。このため1932年6月16日から、ローザンヌ会議で再度協議が行われることになった。この会議で、ヤング案の停止と、3年間の支払い猶予、30億、ライヒスマルクの支払いによって、賠償を終了させるという合意が行われた。 しかし、ナチ党と共産党の拒絶によって、ドイツ国内での批准は行われず、大連合国債権減額に反発するアメリカ議会でも批准されなかった。1933年には、ナチ党が権力を掌握し、ライヒスバンク評議会などの連合国監督措置は撤廃された。1933年7月に、ドイツ政府は外国への支払いに対するモラトリアムを、 宣言した。ライヒスバンクは、債務の一部を返済することで、債権者との合意を行ったが、オランダとスイスは応じず、経済制裁をかけると主張した。このため、両国国民に対しての同図債、ヤング債の利子支払いは全額行われた。スウェーデン、フランス、ベルギー、イギリスも、同様に、経済制裁をほのめかしたため、これらの国民に対しては、 利子支払いが行われた。ただし、不干渉政策を取ったアメリカの国民に対する利子支払いは行われなかった。ナチスドイツが崩壊し、連合軍軍世期の後である1953年に、西ドイツ政府は、西側諸国との間に、戦前の債務の支払いを約束する、ロンドン債務協定を締結した。この協定により、賠償問題の解決自体は、 ドイツの統一まで延期されることとなったものの、ドーズ案とヤング案の際に発行された交際の利子支払い再開が行われることとなり、ドーズ祭については1969年、ヤング祭については1980年に満期を迎えることとされ、おおむねこのスケジュールで支払いは行われた。ドイツが戦後支払った額は6億7000万ユーロに達したが、 1945年から1952年の間に発生した利子については支払いは行われなかった。この利子の支払いはドイツ再統一後の1990年10月に再開されたが、この時点で残金は1億2500万ユーロが残っていた。2010年10月3日には7500万ユーロが債務者に支払われ90%の支払いが 完了した。残る2000万ユーロ分の債務については、請求が行われておらず、無効になると見られている。1930年1月20日の第二回、ハーグ会議において、残りの賠償金は、約4億1524万金フランとされ、1930年以降の支払いは1年目500万金フラン、以降は1000万金フランを10年ごとに徐々に増額し、 最後の16年は1966年に完済すると定められた。サンジェルマン条約により、オーストリアに関しても賠償委員会が設立されることとなっていた。しかし、国土の多くを失った上に、ドイツとの合法も禁止されたオーストリアは、激しい物資欠乏とインフレに見舞われていた。1921年、オーストリア政府は、 国際連盟に復興計画、テルメーレン計画の適用を申請し、これを受けた、常任理事国は賠償請求権の棚上げに応じた。しかし、賠償委員会では、棚上げに関する合意が得られず、1922年5月に、テルメーレン計画の導入は断念された。しかし6月にはアメリカが、賠償請求権棚上げに応じており、オーストリアは、経済再建に、 政府資産を使えるようになった。1930年1月20日の第2回ハーグ会議でオーストリアの賠償義務は最終的に免除された。その他の賠償取リアノン条約によりハンガリーにも賠償委員会が設立されることとなった。しかしハンガリー・ルーマニア戦争後のハンガリー経済は悪化しインフレと財政赤字が拡大した。 1923年9月には国際連盟による財政、金融面での援助を伴う経済復興計画が行われることになった。これを受けて1924年2月、賠償委員会は賠償の選手権を停止した。賠償金は自国紙幣での支払いが認められ、さらに外貨への交換はハンガリー合わせを破壊しない程度に行うことが義務付けられた。 金額については向こう20年間、徐々に増額して支払うことが定められた。1930年4月28日のパリ協定において、1944年まで賠償支払いは延期され、1966年までの22年間に、年額1350万金クローネを支払うこととなった。その他の賠償起動戦争後のローザンヌ条約58条により、 ギリシャ以外の締約国との賠償は相互放棄されている。また、59条では、起土戦争時にギリシャ軍がアナトリアで行った不法行為に対してトルコに賠償請求権があることが確認されている。しかし、ギリシャの財政状況によりトルコはその請求権を放棄することとなっている。また60条では、分離地域にある。 トルコ財産は全て分離先の国の所有になるとされている。ありがとうございます。